田辺啓二の音楽をいっぱい実ちゃうトビデオズ、こんにちは、作演曲家の田辺啓二です。今回いじるプラグインは、アイドトープビアです。はい、それでは、えー、アイドトープのビアビ、V、V ね。 唇噛むね。v ア r を、えー、いじってみたいと思います。えー、突如と発表された、えーと、ボイスエンハンスメントアシスタントというジャンルのものだと思います。えー、と、多分、使い方としては、 こういうようなプレミアムプロとか配信ね。ストリーマーの人向けなんではないかと思います。なので、それをちょっと中心にやってみたいと思います。こう立ち上げるとまあ、ねこんな感じで入力される信号を待ってるという感じです。まずはじゃキャプチャーさせましょう。キャプチャーさせるにはそのトラックのところに行ってインサーとして、それで全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくて、まあ,あの。 セールだけから買ったとかいろいろあるんですけど、まあ、2023年に買ったというね、導入したものというのをご紹介します。はい、えっ、ー、と、読み込みが終わると、大体の感じでこのパラメーターを設定してくれます、えー。見た目がね、ちょっとね、近未来っぽいですよね。はい。このパラメータね、ちょっと言いますね。クリーン。えー、クリーンは、えっ、ー、と、ノイズ除去。 えーと何えー、と業界トップに君臨するオーディアリペアソフトの RX のテクノロジーを搭載していますと、えー、劣化させずに音質を劣化させずにノイズを、えー、と除去しますと,ということですね。はいえーとで音声に入ったノイズを取り除きながら背景音を低減。 ね、部屋なりとかを提言してくれるんですかね。そして、シェイプ。シェイプが声を洗練。えっ、ー、と、サウンドを素早く洗練してプロの仕上がり、EQ 調節したりしてくれるということです。そして、ブースト。このね、右のブーストですね。はい。ブーストで声に存在感を、えー、ボイスミキシングをシンプルにするビアがあれば、コンプレッションやリミッターなどはなくてもいい。まあ、ちょっとコンプとかね、えー、マキシマイザー的なあれをしてくれるということです。そして、えっ、ー、と、オーディオレンズ。 というものがあって、えっ、ー、と、アイゾトープのリファレンスに近づけてくれるというものなんですよね。それでは、まず、えっ、ー、と、私がいつもやってるチェーン、えっ、ー、と、RX、アイゾトープ RX リペアアシスタントと、えっ、ー、と、SSL の、えー、チャンネルストリップ。まあ、えっ、ー、と、コンプ EQ ですね。はい。で、この二つをチェーンしてます。で、じゃあ今これね、えっ、ー、と、ビアをバイパス。す。じゃあ、ちょっと聞いてみましょう。 紹介します。えー、っと、純不動で。それで、全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくて、まあ、あの、セールだから買ったとか、いろいろあるんですけど、まあ、2023に買ったというね、導入したものというのをご紹介します。はい。じゃあ、それではさっきキャプチャーした、えー、っと、ビアの音を聞いてみます。紹介します。えー、っと、純不動で。それで、全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくて、まあ、あの、 セールだから型とかいろいろあるんですけど、まあ、2023に型というね、導入したものというのをご紹介します。えー、まず最初に、えっ、ー、と、この、いかがでしょうかなんかやっぱり音の張り出しがね、えっ、ー、と、出てるような気がしますよね。もう一回じゃあオリジナルの音を聞いてみます。まあに、たぶん2023だと思うんですけど、えー、紹介します。まあ、これもね、スッキリしてるんですけど、ビアの場合だと、 えっと、純不動で。それで全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくて、まあ、あの、セールだから買ったとか、この押し出しが強くなってる気がしますよね。ちょっとここで、えねプリセットがあるんですね。これプリセット。ちょっとこれで聞いても、これま、そもそも何のプリセットなのかちょっとあれですけど、ちょっとプリセット変えながらやってみますと。紹介します。 えっと、純不動で。それで全てが最新の2023にリリースしたものを買ったわけではなくて、まあ、あの、セールだから買ったとか、いろいろあるんですけど、まあ、2023に買ったというね、導入したものとい,いうのをご紹介し。はい。まあ、なんかね、そのね、特性、キャプチャーした曲、何特性があるんでしょうね。はい。じゃあですね、今度は、えー、っと、もう一つ、その、えー、っと、オーディオレンズ。 オーディオレンズという、えっ、ー、と、アイゾトップの、えっ、ー、と、そのキャプチャーしたね、リファレンスのキャプチャーして、えっ、ー、と、こ,こ,こプリセット持つことができるんですけど、あらかじめ私、このテスト A と B という極端な、えっ、ー、と、音声がちゃんと追従してくるのかどうかっていうちょっとテストをやりたいと思います。 はい、今度スタジオワンに戻って、今度は、えっ、ー、と、じゃあオリジナルのね、音声、えー、紹介します。えっ、ー、と、純不動で。それで全てが最新の2023にリリースしたものをはい、じゃあ、えっ、ー、と、A と B がどんなものかっていうのをまずはちょっとこう、えっ、ー、と、 お聞かせしますね。はい。A はこんな感じです。えー、紹介します。えっ、ー、と、純不動で。それで全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなく、極端にちょっと EQ した、えっと、電話の、えー、声というか、ラジオボイスというか、そういうね、えー、感じのやつです。じゃあこれを、えっ、ー、と、その、これ A ってやつなんですね。なんで、じゃあ A というのでやっています。聞いています。 えー、紹介します。えー、っと、純不動で。それで全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくって、まあ、あの、セールだから買ったとか、いろいろあるんですけど、まあ、2023。まあ、極端にここまで、えいかなくても、まあ、近いね。こういうふうに、えリファレンスに近づけることができるということですよね。じゃあ今度 B 行ってみます。B は、ちょっと、えー、紹介します。 えっと、純不動で。それで、全てが最新の2023リリースした。ちょっと600とか、えー、600Hz とか、その辺を上げている、ちょっとね、も逆にモコモコしたい感じ。はい。を聞いています。えー、紹介します。えー、っと、純不動で。それすべてが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなくて、まあ、あの、セールだけから買ったとか、いろいろあるんですけど、まあ、2023に買ったというね、導入したものというのをご紹介します。えー、まず最初に、 まあ割と近い感じになりますよねじゃあもう一回ちょっとで、ね、い、えー、ってみましょうか。えっ、ーえー、と純不動でそれで全てが最新の2023リリースしたものを買ったわけではなく、はい、このように、えー、とオーディオレンズを使えばリファレンスの、えー、声ね、えー、に近づけることができると。 まあ、あの、素晴らしい録音されたものに合わせるということができる。さて、いかがだったでしょうかアイドトップビア。えー、っと、まあ、やっぱり配信用とか、えー、っと、動画編集ね、ナレーションとかに使うと、えー、即戦力になるプラグインだと思いました。まあ、あとはライブテイクとかで、ちょっとリテイクをしたいときに、ちょっとその声をライブの時の音質に見せるとか、そういうのもあるのかなと思いました。いずれにしても簡単に、えー、っと、すぐにね、 え、ノイズを除去したりとか、ブーストしたり EQ コンプしたりするっていうのはちょっと面白いなと思いました。それでは。